南の島からこんにちは、こんばんは。バリ島旅行の味方、堀です。どうもこんにちは、こんばんは。今回はですね、バリ島での過ごし方ランキングということでやっていきましょう。5つですね、やっていきます。それではバリ島旅行の味方スタート。最初に元も子もない話をするとですね、まあ過ごし方なんてその人次第で、楽しいと思うなんて本当その人次第なんですが、僕が楽しいと言っても、実際やってみたら別にそんな楽しくねえなみたいなこともあると思いますが、やっていきましょう。第5位、おしゃれカフェ巡り。まあですね、バリ島はおしゃれなカフェたくさんあります。カフェ好きな人、はい、僕いますね。はい、ここに一人いますが、いいよね、カフェって。まあ、コーヒーが美味しいとかさ、まあそういうのはもちろん、あるんだけれども、なんか雰囲気がやっぱ国によって違くて、で、いろんな国の人がいるし、バリ島だったら、まあ、いろんなカフェが本当にたくさんあるんですよ。で、バリ島カフェで検索したらもう死ぬほど出てくるし、まああとはなんだろうね、バリ島だったらもう本当片言の英語でも、そう、何を伝えようとしてるのかをすごく聞き取ってくれるというか、でも、喋れないからもうバイバイみたいな感じじゃなくて、こう優しい性格なので、皆さんおしゃれなカフェ巡るの楽しいと思います。お次、第4位、スパエステ三昧。これはね、実際にやってる方もたくさんいらっしゃると思います。毎日スパ行ってます、バリ島行ったらっていう方も聞いたことありますし、でね、男性でもね、全然いいです。まあスパっていうとなんかすごい施設みたいな思い浮かぶんですけど、全然そんな感じじゃなくて、ほんと街中にあるスパでもいいし、ね、本当1時間5、600円からですね、足揉んでもらったり、まあ、指圧で背中揉んでもらったり、ちょっと首痛いなと首やってもらったり、そんな感じもできますし、ちょっとお値段のするといっても1時間3000円とか4000円とかそのレベルなんで、そういう綺麗なね、ザ思い描く、スパっていうのに行ってみてもいいですし、とにかくね、物価ですね、物価差が違うので、まあ、日本だったらね、ちょっと高くていけないよなみたいな思うと思うんですけど、バリ島だったらもうほんと5、600円からあるので、ぜひぜひちょっと疲れたらスパ行って、でまたちょっと遊んで、また疲れたなスパ行ってみたいな、ありだと思います。お次は第3位、ちょっといいレストランで優雅に過ごす。なんかさ、日本にいると分かりにくいんですけど、日本人って結構お金持ちの方がやっぱ多いと思うんですよね。うん、世界中で見てもさ、日本人の平均、なんだろう、月収っていうのは、世界のもう何パーセント、上位何パーセントですよみたいな言われるじゃないですか。それ日本にいたら感じないんですけど、海外に来たら、あ、何この価格でこういうことできるの、こんないい感じのレストランに行けるのっていうのはあると思うんですよね。安いのにいい感じの、日本だったら腰が引けちゃうようなところですね、があるんですよ。でもそういうのはトリップアドバイザーとかで調べてさ、例えばフレンチで調べたら炭焼きのメティスとかね、出てくると思うんですけど、あとはなんだろうな、ウブドのモザイクとかさ、ちょっとそういう普段は日本だったらまあ行かない、日本だったら赤ちょうちんのレモンサワー190円とか行くけれども、ちょっとバリだったらちょっと行きってみようかなみたいなのはありだと思います。うん、でそんで5万円とかかかるのは絶対ないんで、行っても1人1万円でしょっていうぐらいだと思いますので、ぜひぜひちょっといいレストラン行ってみてください。楽しいと思います。お次、第2位、カーチャーターでアクティブに遊びまくる。一応この動画ね、初心者向けにも全方位に対応という感じで作っておりますので、初心者の方はですね、カーチャーターでアクティブに遊びまくってください。カーチャーターって言うと、何ですかそれはっていう方もいらっしゃると思うんですけど、バリ島ですね、公共の交通手段が基本的には、あんま使えるのがないっす。なんで、遊びまくるっていうと、まあ移動するじゃん。移動するっていうと、車とドライバーですね、をチャーターして、でそれに乗っていろいろ動き回るっていうのがベースとなっております。でね、大体まあ1日1台と運転手1人でまあ1万円ぐらい考えていたら大丈夫だと思います。正確になんかこう時間で、なんか8時間いくらとか12時間いくらとかなってるんですけど、まあ大体1万円ぐらい。でまあこっちがさ3人とか4人とかいったらそれ割り勘っていう感じなんで、ぜひぜひカーチャーター使ってください。
まあね、一番安心したい、とにかくも安全なやつお願いしますということであれば、日系の旅行会社さんがやってるカーチャーターなんかは基本的には安心ですね。日本語話せてドライバーさんとガイドさんとついてみたいな感じになっておりますので、まあ、そういうところをご利用されてください。もう全然もっとラフな友達みたいな人がいいということであれば、ウェブでインスタとかさ、ツイッターとかフェイスブックで探してみると結構出てきますので、ぜひぜひ探してみてください。もう移動手段最強なんですよ、カーチャーターって。なんで、そう、入れさせていただきました。お次、第1位。バリ島の過ごし方ランキング、第1位よ。何もしないをする。はい、私、文学部の哲学科卒なんですよね、実は。だから、こういうわけわかんない言い回しをするんですけれども、なんか、大人になってくるとさ、なんかずっとしてるじゃん。何かずっとしてるじゃん。まあ、なんだ、仕事に追われてたり、家事に追われてたり、なんかいろいろこう追っかけてくるやつがいるんですけど、旅行の期間だけは何もしないっていうことをするっていう時間を作ってみてください。すごいいいと思います。本当に何もしちゃダメです、その期間は。まあ、一日でもいいですし、半日でもいいですよ。うん、でもホテルのプールでもいいし、でカフェでもいいし、おしゃれなカフェでもいいし、ビーチ沿いのなんかパラソルのあるさ椅子でもいいし、で携帯でなんかするとかでもなく、携帯あるとさ本当なんかすることができちゃうんで、それはルール違反ね。携帯もなし、もうなんか空を眺めてみるみたいなのをすると、なんかね、僕は本当に、ああ雲ってそうだった、流れてるんだったって思ったことがあって、なんかそんな当たり前のことすらこう常に雲って視界に入ってるのにさ、それすらもう見えてなかったんだなっていうことに気づいて、いやー、それを気づかせてくれたバリ島すごいなと思いました。なんで第1位は何もしないをする。でね、結構ね、リピーターさんになればなるほど何もしないことをしにバリに来てるんだよっていう方が多いですね。まあほら、上司からの連絡とかさ、もうさ、いやごめんなさい、海外なんで、ちょっと電波が、みたいな、言えばいいじゃん。その後にさ、なんで、ほんと何もしないをするいい機会なのかなとは思っております。ということで、今回はバリ島でおすすめの過ごし方5つご紹介させていただきました。ちなみに、皆さんはどういう感じでバリ島で過ごしておりますか？そして、もし友達が、知り合いが、後輩が、先輩がバリ島に行くって言ったら、ああ、じゃああれやったらいいじゃんっていうのは何かありますか？ぜひもしありましたら、コメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリ島旅行の見方、堀でした。ありがとうございました。他にもランキングがあるのでね、ぜひぜひ見てください。バイバーイ。